ははいでは再開しましょうはいよろしくお願いしますえー、プロになるための正確な音程の取り方はいまずですねはい音程というもののはい絶対的な基準っていうのはないんですよはいまあ例えばじゃあ楽器を君楽器をやらないんだよね僕楽器やらないですねまあじゃあイメージでいいんですけど はい、ギター弾く人があのチューナーつって機械でさこうチューニングしてるところをちょっとイメージしてほしいんですよ。あはい、で例えば5弦という、はい、あのギターで言うと,、えー、と細い方から太い弦6本張ってあるじゃないですか。はい、あれの5番目に太い弦っていうのを5弦って言って、はい、それを 440Hz っていうところに合わせるんですよ。はいで チューナーナでこうピーンと音が聞こえてその自分の弦をグイーン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 ,グイーンっていうふうに調節していってこうピタッと合うとまあメーターがまあチューナーが光ったりとかその合いましたよみたいなふうに合図してくれてっていうふうにしてまあそれぞれ合わせていくんですけどななんとなくイメージははわわかかるでしょいります各6弦から6543二一ってそれぞれこう合わせていく機械に こう、はい、チューナーに合わせて、うんはい、でじゃあ6,5,4,3,2,1と全部合いましたでじゃあチューニングおしまいにはならないんですよあそうなんですね、うん、あのやっぱりそのギターの一個一個の個体差っていうのがあって、はいはい、例えば語弦びっちり機械上では合ってるんだけど 五、はい、弦と一弦で和音要するに2つの弦を同時にこう弾いた時に、はい、微調整って絶対必要なんだよねあ、はい、機械では五弦も合ってる一弦もバッチリ合ってるだけど2つの弦をこうビヨンってやった時に気持ちなんかこう調整をしないとぴ、はい、ったり合っていかないし。う 5弦と1弦で合わせたじゃあ6弦と1弦で合わせたやっぱそこでも調整が必要なのよへえそうなんですねうんそうやってそれぞれの組み合わせで調整していくものなんですね、はい、楽器ってはいで結局そのなんうかな機械では合いましたでもそこからさらにその弾く人の感性とかっていうのでその微調整があるし、はい さら、はい、にこう何て言うのかなその人の好みっていうか、はい、例えば440で合わせる場合もあれば442で合わせる場合もあったりとかつって何が言いたいかっていうと、はい、音程っていうのは絶対ここってこうもうコンピューターの演奏みたいにそういう数値でこれが合ってるっていうふうな言い方もできるんですけどはい。音楽とか 楽器の演奏、人間みたいな部分が入ってくると、はい、こっからここまでっていう幅が出てくる、出てきてしまうし。うんうん、はい。その幅が全然ない状態だと、逆に機械臭くて、ああ、はい、合ってるけどつまんないとか、うんうん、はい。なんとなくイメージわかりますか？あ、はい、わかります。で、さらに言うとね、はい、例えばバイオリンとか、ああいう楽器。はい。 で例えばあのピアノみたいなの鍵盤ってイメージできますかねあ,、はい、あれでドレミファソラシドってあの白い鍵盤あるじゃん。はい、あれでドという場所の鍵盤、はい、でドとレがあって、はい、ドとレの真ん中に黒い鍵盤、うんはい、なんとなく想像できます、はい、で鍵盤、えー、とピアノのようなキーボードでいうとはい ドとレ、ね、真ん中の黒いところっていう状態になるじゃないですかはいだからその真ん中の黒いところっていうのはどのシャープでもありレのフラットでもあるんですけど、はい、バイオリンっていうのはどのシャープとレのフラットって場所違うんだよねあもう全然違うところにこ、ね、うんだからどのシャープってのはあくまでどのシャープであって はい、レのフラットってのはレのフラットだからこれはそれぞれ違うものだけど、はい、ピアノみたいなああいう鍵盤っていうのは、はい、似てるからこれ一緒でいいよねっていうああ、はい、それをしたのがバッハなんですよ、はい、でなんでそういうふうにしたかっていうと、はい、どのシャープレのフラットみたいなことで全部一つ一つをきちんと分けていくと、はい、一つの楽器で転調ができないんだよね転調うん でこの辺はちょっとあの何て言うかな作曲理論的な話になっちゃうんで、はい、要は今分かってほしいのは、はい、音程っていうのは細かく言い出すとものすごく複雑でいろんなことが出てくるんだけど、はい、結構似ててるるからいいいよねみたたにしちゃっっもう大丈夫だったりすすのよあそうなんで,すか <laughs>、うん、で今の我々が知っている楽譜にかけるような音楽っていうのは「はい、十二音階」って言われるものなんだけど これって結構アバウトなんだよねアバウトなんですかで例えばギターでさ演奏した時にこうキュイーンって指で弦持ち上げてチョーキングって言うんだけどそういうのってなんとなく分かりますね演奏でさこうデリレレレで演奏してキュイーンってふうにやったりとかするじゃん。 はい、ああいうので例えばさっきで言うと「ド」と「レ」があって「はい、でド」と「レ」の真ん中がその黒い鍵盤だったりとかするでしょ、はい、でそれの更に半分みたいな音程表現もするわけ。はい、ピアノで言うと「ふんふんふん」こう押したらもうボタンスイッチみたいにしてさこの音って出ちゃうけど、はい、ギターとかバイオリンとかああいう弦だと「 はい、グーンみたいなその途中って演奏できるじゃん。あはい、だから半音っていうものがあったりする中で、はい、さらに4分の1音ってこれ普通に会話するんですよミュージシャン同士では。ピアノではその4分の1音っていう場所がないから表現できないけどあ、はい、ギターとかバイオリンとかってあ弦楽器とか金管楽器でも。 はい、もう4分の1音低くとか高くとかっていうのは普通にこう会話することなんですよ。あそうなんです、ねうん、でその4分の1音って言ったって、はい、機械でここだけが絶対正解っていうんじゃなくて、はい、だいたいこの辺っていうその幅があったりするものなんですよ。だから分かってもらいたいのはプロのミュージシャンであってもはい。 正確な音程確かにそれはもう機械的にそのメーターみたいにして測れる性格ここが基準とも言えるんだけど、はい、でもその幅っていうのがあっってていいいんですよねうーん、はい、でその幅っていうの幅をうまく使えることでより音楽的な表現っていうのにもなっていくんで。はい、絶対正解 機械的な基準つま君の質問のプロになるための正確な音程の取り方はここでこうですってそういう機械的なものじゃないんだって分かってもらえるかな、うん、あはいなんとなく分かりました原稿幅があっていいし、はい、幅があった方がより音楽的に豊かな表現が取れるんだけれどもはいずれてったら気持ち悪いよねそうですねその差だよね君が知りたいのってはい ずれてるんじゃなく、はい、ちゃんと合っている、はい、どこからどこまでがみたいなそのプロの人の感覚ってのは一体どういうものなのとか、はい、じゃあどうやって出せばいいのみたいなことを知りたいってことじゃないんでしょうかはいまさしくそれが知りたいですですよねではいで、まあ、じゃあ今からさらに突っ込んでお話ししていきたいんですが、うんはい、また10分近いので一旦区切らせてくださいはい